今日はですね、関西というか奈良から、去年かな友達になったカメラマンの子がなんか急にやってきたらしいんで、ここは恵比寿ですかね。でランチしたいと思います。元気。久しぶり。ありがとう。急に何しに来たん今日。撮影でちょっと。あ、撮影で。俺とランチ食べるために来たわけじゃなくて。一緒に食べるために決まってるわけ。じゃあ行きましょうか。行くか。こういうことやね。はい、ブルーボトルコーヒー。やってみて、焼肉食ってコーヒー飲むってなかなか聞かれてるんか知らんけど。さ、いいご飯といいカフェですね。美味しかったです。まあ、またよかったら。また行きましょう。あ、じゃあ行きましょう。今度俺奈良でこういうのもやりたいな。あ、ほんまに。待ってるわ。奈良でやりましょう。帰っておいで。